ハミースムシャイトは、サウジアラビア南西部の都市、アシール州に属する。州とアブハーの東に位置し、アシール山地の中にある標高2000メートルを超える高原都市である。東海岸のダーランからは1300キロメートル、首都リヤドからは884キロメートル離れている。ハミースムシャイトは、シャレン族の本拠地である。 ハミイスムシャイトは1970年代までは穏やかな気候に恵まれた周囲の農業地域の小中心地であり、人口は5万未満の小さな町だった。それ以降この都市は急速な成長を続け、2011年には人口は51万3000人に達し、州都アブハアを抜いてアシール地方最大の都市へと成長した。この都市は、 各種農作物を生産する農場に囲まれている。ハミースムシャイトには、銀在区で知られるハミススークと、シルバースークや、スパイススークなどいくつかのスークが存在する。ホテルでは、マシェートパレスホテルや、トライデントホテルが著名である。このほかランドマークとしては、エールハイト病院やハミースムシャイトモスクなどがある。 近郊のキングハーリード空軍基地には3780メートルの舗装滑走路がある。この基地は1960年代から1970年代にかけてアメリカ陸軍とアメリカ空軍の技師によって設計、建設され F-15 の施設が置かれていた。1991年の湾岸戦争時にはこの基地からバグダッドへと爆撃機が飛び立っていった。 2018年3月、隣国イエメンの反政府勢力風刺が発射した弾道ミサイルが市内に飛来した。標高2000メートルを越すために国所にはならず、年間を通して快適な気候となる。冬は冷涼で0度近くまで下がることもある。年間降水量は200ミリメートルに達し、周囲に農業を可能にした。ありがとうございます。